はい、こんにちは、レトスノーノです。5月14日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。負ける人のパターンは3つ。情報不足、慢心、思い込みである。これは林修先生の言葉です。まさにその通りと納得した3つです。今日は1つだけお伝えをいたします。情報不足っていうのは、宅建に合格するための勉強の仕方について知らないということです。中学、高校、大学受験については予備校業界の質が高いんですね。そのため合格するための勉強の仕方を学生に教えています。なので予備校に通うことで志望校に合格する確率もぐんと上がるんですね。一方で宅建の予備校については、残念ながら小中高の予備校に比べて質が低いんですね。で、その理由っていうのは、宅建の予備校業界自体競争があまりないんですよ。もう有名な予備校って言ったら数えるくらいしかないんですね。とりあえずブランド、いわゆる知名度があれば学生はやってくるっていうのが現状なんです。実際宅建の予備校で勉強の仕方まで教えてくれるっていうところはほとんどないと思います。じゃあどうすればいいのか。自分自身で考える、もうこれに尽きるんですね。これはもうすでに予備校通っちゃったと、通信講座に通っちゃったっていう方ももう一緒です。結局は勉強の仕方までは教えてもらえないわけだから、自分自身で考えなきゃいけないってことなんですよ。私自身、宅建には独学で1回で合格したんですけれども、大学受験より宅建受験の方が苦労したんですね。で、これなぜかというと、大学受験って丸暗記でも合格できたんですよ。一方で宅建っていうのは丸暗記では太刀打ちできないってことにある時気づいたんですね。これおそらくですね、私が気づいたのは4月ぐらいだったんですよ。12月から勉強を始めて、4月ぐらいまで丸暗記でずっとやってたんですけども、4月ぐらいに予想模試を解いて、18点か19点だったかな。まあ、それぐらいしかなかったんですよ。なので、もうこの勉強の仕方やってたら、これ合格できないなって、その時気づいたんですね。それから、勉強方法について勉強して、過去問を分析し始めました。どうしたら点数を上げることができるか、合格点を取れるか、これだけ考えて勉強してたんですね。単に過去問解いて解説を覚えるという勉強法をやめたということです。それから一気に実力が上がりました。で、結局分かったことっていうのは、問題文含めて理解すべき部分は理解をする、一方で覚える部分は覚える、この切り分けが合否を決めるということが分かったんですね。実際これを現在開講している短期集中実力アップ講座、短期講座でお伝えをしております。実際毎年6月から勉強を開始して合格している方も多数います。合格するための勉強法を考えるのが苦手な方、考えても答えが見つかっていない方、ぜひ短期集中実力アップ講座で一緒に今年の合格を目指しましょう。まだ今年の合格も間に合います。短期講座の詳細についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。では本日の3問に入ります。 A の B に対する貸金債務について、 A の保証人 C が B に弁済した場合、C は B の承諾なくして B に代位する、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。まずこの問題文の状況なんですけれども、 A が債務者で B が債権者、 C が保証人といった感じです。なので、イメージとしては、B さんが A さんにお金を貸しましたよと、で、その保証人が C さんですよっていうイメージが分かりやすいんじゃないのかなと思います。保証人 C が B に弁済した場合、保証人 C は債権者 B の承諾なく B に代位する、丸か×かという問題ですよね。なので保証人 C がまず B さんに弁済してるんですね。債権者に弁済してます。で、 B に代位するっていうのは、イメージとしては、債権者 B の地位がC さんに移行すると。つまり C さんが債権者になる。もっと簡単に言えば、債権が C さんに移転すると。いったイメージなんですね。で、結論から言うと、C が弁済すると、弁済によって、当然に債権者 B が有していた債権、これが C に移動するんですね。で、債権者の同意は必要ありません。なので、丸になるということです。これ、債権者 B の地位を引き継ぐっていう言い方して、法定代位って言うんですね。で、結果として、弁済した保証人が債権者になって、債務者に対して弁済を求めることができるっていう話なんですよ。
C さんが債権をもらえますよね。だから C さんが債務者 A に対して請求できる、まあ求償っていう言い方するんですけども、請求できるっていう話ですね。そしてこの点は比較して覚える点がございます。で、短期講座の受講者様は受講者専用のメルマガからそちらご覧ください。2つを対比して解説しています。この2つごっちゃにして覚えている受験生が多いので絶対整理して頭に入れておきましょう。で、問い2ですね。 B が用途地域内の自己所有の農地について道路を設けて区画割りをし、その売却を業として行おうとする場合は、 B は免許を受ける必要はない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。免許を受ける必要があります。これは昨日のポイントと同じなんですね。用途地域内の土地っていうのはもう原則宅地扱いです。ただし、政令で定める公共施設用地、これは宅地には該当しないんですね。道路とかっていうのは宅地には該当しません。で、今回の問題っていうのは、もともと用途地域内の農地ですよね。ここにも書いてある通り、用途地域内の農地なんです。これを、道路を設けて区画割りをするんですけども、そもそも農地だということなんで、もうこれは宅地なんですね。宅地扱いです。したがって、宅地の売却を業として行おうとする場合は、B は免許を受ける必要はありますので、誤りだというふうになります。で、短期講座では、この免許の要否の簡単な解き方、これをお伝えしております。免許の要否の問題っていうのは、まあ、どんな応用問題や引っ掛け問題が出たとしても、これ確実に得点できる分野なんですね。なんでこれ絶対得点していただきたいんですよ。ここで引っかかってたりしていたら、なかなか合格できませんので、免許の要否については絶対に失点は避けましょう。で、問い3ですね。準都市計画区域においても、用途地域が定められている土地の区域については、市街地開発事業を定めることができる、丸か×かという問題です。答えは×ですね。そもそも市街地開発事業っていうのは、都市計画区域内の市街化区域や非線引き都市計画区域で定めることができるんですね。都市計画区域内で定めることができるのであって、準都市計画区域で定めることができるとはなってないんですね。なので誤りになります。で、この問題はイメージできれば覚えなくても答えは導けます。なので短期講座ではそのイメージの仕方についても解説いたします。実際中卒で元とび職、法律知識全くゼロの方、勉強なんて全然できないと言っていた方もたった3ヶ月で合格できた講座なんですね。勉強できるできない関係ないし、法律知識が全くなくても全然問題ございません。また不動産業者に勤めていない方であったとしても全然問題ないです。実際この方、飛び職で全然不動産関係じゃないんですね。また介護をしている方だったりとか、タクシーの運転手さん、職人の方、いろんな業種の方が弊社の短期講座受講していただいてます。それでも毎年合格していっていただいてますので、そういったことは全然関係ないんですね。年齢も関係ないです。まあ、弊社の受講さんで言ったら70代がマックスですね。80代の方はまだいないんですけれども、70代の前半ぐらい、75ぐらいだったかなが最長だったと思うんですけども、全然70代でも毎年合格していただいてますので、年齢も関係ないです。ちゃんと理解さえできれば合格できるのが宅建試験です。まだ今からでも間に合いますので、今年絶対合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。短期講座はこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認ください。そちらからお申し込みもできます。あなたの受講をお待ちしております。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。